モンタロウ君とモンジロウ君がですね、キャラクターと一緒に写真を撮りました。キャラクターとね、写真を撮りました。カマタンでしょうかね。カマタンのね、キャラクターということで、今ね、しおりをいただきました。あ、こっちも手振ってもらってますね。カマタンのお写真いかがですか？はい、とても可愛いです。さっきはね、あ、手をこっち手を振ってくれてますね。非常にありがたいです。こういう風にね、土日に来るとね、いろんな催し物があってね、羽田空港も楽しいです。ぜひね、皆さんも、もしね、お時間ありましたらね、羽田空港の方にいらっしゃってください。よろしくお願いします。旅立ち場、今も昔も日本橋ということでね、ここは、羽田空港国際ターミナルなんですけども、の中にね、日本橋を表現している場所があります。私もね、本当の日本橋の、に勤めたことがあります。日本橋ね、勤めたことがあります。私のね、会社もの、元旦にはね、このような催し物をやるんです。ね、ゆうたろうのゆ、何かね、郵便局に関係があるということでね、年賀はがき、配達のね、催し物はね、こういうふうに、橋を渡ってね、皆さん配達に行く。よくね、テレビでもね、昔はよくやったんですが、最近はね、他のね、大きい郵便局に取られてしまいましたが、これはね、国際ターミナル全容ですね。成田に比べるとね、ちょっと小さいですね。成田に比べると小さいです。成田空港に比べるとね、小さいですね。ただね、やっぱり大江戸日本橋というだけあってね、こういうふうにね、江戸の、情緒をね、再現しているということなんです。下のお店もね、結構前のね、動画で、説明、前の動画でね、撮りました羽生パーキング。羽生パーキングにもね、こういった江戸を表した、再現したね、お店いっぱいありましたけど、そんな感じのお店がね、たくさん並んでます。下はね、ちょっといっぱい人が、皆さんいらっしゃるんでね、写真撮れないんですけども、ここはね、ちょっと空いてるのでね、撮らせていただきました。ということでね、また次の場所に参ります。今ね、出発の便が、出ています。サンフランシスコ、ソウル、ロサンゼルス、北京、シンガポールね、名だたるね、有名な都市が、出ています。やっぱね、羽田空港も国際的になりましたね。ハローキティのお店ですね。ハローキティのお店、キティちゃんがね、いいですね。キティちゃんは日本のね、キャラクターです。なんか中国の方ではね、なんか偽物がいっぱい出てるということですね。キティちゃんは日本のね、キャラクターです。下に降りてきました。結構ね、有名なお店がいっぱいありますね。こんな感じですね。こんな感じのお店がいっぱいあります。こんな感じのね、お店がいっぱいあります。4000円。結構ね、いいお店ですね。こんなね、店がいっぱいあります。すごいですね。さすがにね、世界の都市にいろんなね、飛行機を飛ばすので、ね、我々は吉野家があって、吉野家に行こうかなと思ってます。吉野家はね、吉野家にね、ご飯を食べたいなと思ってます。お好み横丁ということでね、うなぎ、それでね、なんか、吉野もありますよ。吉野持ち帰りできます。はい、切りましょう。そろそろお腹減ってきちゃったんで、ご飯食べてないんでね、ありがたいですね。吉野もあるってことね、吉野もあるってことありがたいです。吉野もあるってことありがたいですよ。ちょっとモザイクかけなきゃならないんで、下をね、ちょっと向けて撮ってます。ね、いろんな形でね、お店いっぱいあります。
ここが吉野家のアルコールですよね。吉野家ですね。吉野家な、ここね、4000円も、知るお店がある中でね、吉野家さんがありました。すごいですね、出発の方がね、いっぱいですね、すごいですね。ちょっとね、向こうに行ってみましょう。この先にね、吉野家があるということなんで、ちょっと行ってみますね。この先、吉野家ということでね、吉野家に行ってみましょう。ちょっとお腹減ってきちゃうんで、もう1時近いんでね、朝から何も食べてます。あ、吉野家ありました。混んでますかね、どうでしょうか。並んでますね、吉野家さん並んでます。みんなね、考えることは同じですね。吉野家さんいっぱい並んでます。ちょっとね、並んでるのでね、他のとこ行きましょう。これからね、モスカフェなんて、モスバーガーもありますね。すごいですよ、ね、すごい人が並んでます。これやらなきゃですね。もう帰りに行きましょう。まさかね、吉野家とは思いませんでした。それとしてもね、これでですね、キロに着きます。キロに着きます。帰りはね、京浜急行で品川まで、品川からですね、どうしましょうか。日暮里に行きましょうか、それともね、浅草まで行って、浅草でね、また撮影を続けるか、お天気次第なんですけどね。とりあえず、京急の方に向かってきましょう。もうね、バスは乗らないので。出発ロビーにやってきました。もうね、この扉の先はもう外国ですからね、日本ではないんです。京急はね、どこでしょうね。京急はどこでしょうかね。京急でね、都営浅草線を乗り継いで浅草に行きましょうね。浅草に行きましょう。ここはね、京急の乗り場になります。ここはね、京急の乗り場になります。文太郎くんはどこ行っちゃったんでしょうね。はい、ここはね、京急の乗り場になります。京浜急行でね、我々はここからね、京浜急行と、都営地下鉄線を乗り継いでね、浅草に行きます。浅草にね、行きます。
ノリだと。なるほど。こっちってことですね。エスカレーターがこっち。京急乗り場。なんかね、非常に便利らしいですよ。非常に便利らしいですね。浅草方面に書いてあります、浅草方面。横浜にも行ってる。本当便利になりましたね、浅草。私はね、東武スカイツリーラインなので、浅草でもいいんですけども、便利になりました。ではね、2番に行きましょう。京急に乗っていきましょう。京急がない。京急どこ行っちゃうかな。なんかバス。あ、京急これですね。京急これです。みんなね、参りましょう。京急参りましょう。よし。はい。ね、タッチして京急に乗りましょう。横浜浅草方面。エレベーターの、あ、これがね、この浮き出る、案内なんですね。これもね、平面なんですけども、浮き出るようになってます。よく考えられてますよね。さーて、文次郎くん。ケーキを初めて飲むんですかね、文次郎くんね。文次郎くん初めてです、ケーキはね。電車に乗ります。